先輩、はい、いやお昼お腹いっぱい美味しかったですね。うまかったです。いやドライブインヒカルありがとうございました。いやいやこちらこそありがとうございました。やっぱ旅はあれだね、あのドライブインっていいね。いいっすね、うん、なんか最近減っちゃったけどね。そうですね、うん、ところで、はい、なんかちょっと気になって、はいはい、来ちゃいましたけども、ここはどこですか。どこだか分かんないんですよ。ちょっと後ろちょっと撮ってみて、これうわ何これって、ちょっと興味深い、ね、興味深いですね。トンネルっていうか洞門ですよね、これ19号をね、はい、ずっと走ってったんですけど、はいはい、長野方面に向かって、はいはい、走ってったら普段は絶対気にしないんですけど、はい、何だろうと思って、でこっちなんか行けそうなんですよ。え怖いな、ちょっとこれ行っていいのかな、入っていいのかな、これ分かんない大丈夫そうだね、これは多分入れると思います、うん、うわすごいな、なんだこれ、これなんだこれ、すごい、この岩がもうせり出してますよ。これ何これ、ちょっと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 、あなんか看板っぽいのがある、あー三世寺伝説、はー信濃十名所三世寺、松本平は太古一面に湖であった、湖だったんだ、ここに西流が住んでいて白竜王日輪 大日如来の化身との間に泉小太郎が打たれ生まれ、泉小太郎に自分の姿を見られることを恥じて湖水に隠れてしまった泉小太郎は母の湯長谷り、本当だよ、うわちょっと怖いな、俺この手彫りの感じちょっと怖いんですよこの後この手彫りの感じずっと行くからね。うわ怖えな、差し切り橋へ向かいます。こんな道じゃなかった、やだよね、うわ怖えなこれ、うわ狭、はいやりました、細いね、これ手彫りではないですけどね、あ、手彫りですね、でん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 、ちょっとちょっとこれが差し切り橋ですよ、ヒカル君、怖い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 、これが差し切り橋なんですよ、聞こえると四国村、四国村なんですね、長谷り、あの人俺がウサギだってことに全然気づいてなかったぜ差し切り橋どの淵、どの淵、はい、どの淵、どの淵が言ってんだのどの淵です。うわまずじゃあ こっちすげえ、こっちはまだ下まで行けないと思うんですけど、あ多分まずヒカル君これあれじゃん、ああれだ見たやつじゃん、うん、そうですね、うわほらこれこれ、うわほらほらちょっと怖い、ちょっと怖い、え怖い怖い、めっちゃ怖い怖い大丈夫だよ、もう超怖いほらいやすげえなこれ、すげえな、雨も手伝って、はい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 、すごい景色ですよ、すごいでしょ、川の上流感がある、はい、岩がまず大きい、大きいね、すごい力強い、うんうん、で、まあ、雨もあって、うん、多分水量もきっと多分多いんですよ、これなんかこう岩がこう割れて川ができてるみたいな感じのね、すごい、ちょっとじゃ あの川のほとり行ってみましょうか、はい、ほとり行きましょうか、ええ、見てこの階段もほら急、めちゃくちゃ急だわ、今俺すごい映像的にはダサい映り方してるのは分かってんだ、てれってこの石は誰が一体何の目的のために積んだ石なのだろうか、知らず知らず歩いてきた細く長いこの道、ああ川の流れの長谷り、GoPro 持っててもらってもいいですかが出た時のヒカル君は本気です。
狙ってるなおい。ちょっと光くんがどんな顔してるか。出ますよ。ああ取れてる？飛ばされてました。大滝発端、はい、あ滝ってことですかじゃあ。なんかな。ちょっと決めましょうか。わかりました。じゃあ掛け声お願いします。発端発端。大滝発端。ハッタン、ハッタン、大滝ハッタン、ハッタン、ハッタン、大滝ハッタン。役場のプロが探すのをやめときます。わかりました、いつもなら探してるけど、いつもだったら間違いなく探しますけども。あ、これを、これ多分大滝ハッタン。雰囲気ありますね。ありますね。1、2、3、4、多分あると思います。1ターン、2ターン、3ターン、4ターン。そういうことなんですかね、ターンっていうのは。まあね。うん、まあじゃあ一応長取り的にはそういうことにしといて、あとみんな、皆さんも調べていただいて。春、桜を探しにドライブに出かけてみたんですけども、結構桜咲いてなくても楽しめるなって思いましたね。そうですね。うん、桜咲いてなくてもいいとこばっかりですので、ぜひお出かけいただけたらなと思います。皆さんからもぜひですね、コメント欄ですとか、そういったところにお寄せいただいて、おやつタイムここ寄ったらいいよとか、ここら辺来たらここいいよみたいな情報もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。光くん、そんな感じで大丈夫かな。大丈夫です。じゃあそういうことで、バイバイ。バイバイ。長鳥、長鳥。